よし。ということで、推しの子、同時視聴、やっていきたいと思います。あらすじはわかってるから、あの、竜がごとくみたいな感じにはならないと思うんだけど、いやもうぜひね、エピソード、これはあれだっけ ?1、2、3、4が、あれだっけ最初に配信されてんだっけえ、1、2、3、4、5、6、6話まで ?6 話までやるんだ。じゃあ全部見るか。あ、東京ブレードまでやんのか。 へえ、なるほどね。ということで、えー、やっていきましょうか。なるほどね。いやー、第1話見終わったけど、いやー、こーれー。なるほどなえ、これさ、もうこのドラマ自体が、推しの子っていう作品を知っている。 手で見るしかないんだよねもうもはや。てか、もうこの昨今この状況でこんだけ推しの子っていう作品がいろいろ騒がれてる中で原作、漫画もアニメも一切見たことない人が実写を見るかってなったら多分そうはいかんと思うのよな。進撃の巨人とかもそうだったじゃん。原作知らんやつがあの実写の映画見るかって言われたらちょっと違うじゃん、やっぱり。銀玉とかもそうじゃん。あれだったかもしんないけど、え、でもこの第1話でゴローとサリナを 出さななかっったのってどうなんだ尺足りんかマ,マジで尺足りんかで多分どっかで入れると思うんだよなどっかで入れると思うんだけど第1話じゃなかったかえでもねこれ見る限り第1話第2話第3話って放送のあれ尺が違うんだよね全部えっと今これ止めたのが3分37秒じゃん第1話って40分あったの尺がその中の、まあ、約3分ぐらいがエンドロールとかエンディングとかっていうのを考えてももうちょっと伸ばしてよかったんじゃないか だって第3話に関しては54分あるんだよ。あの、今声かん今がちか、今がちかのシーンだからちょっと長めになるっていうのは分かるんだけど、だったら1話も,もうちょっとやってよかったんじゃねえかなと思うんだけど、多分どっかに入れたいんだろうなっていうのが第1話のちょっとした感想です。ということで第2話いきますか。の前にトイレに行きたいから。おお、目の色が変わった。うわぁ、そういう感じかこれ。えおもろえ、これエンディングが。 スポットをした人によって全部違うんだえー、すごいな気合入ってんねマジで原さんうまいなあ演技うーんはい OK ということでスタップ第2話ですねいやこれマジで多分一人一人にフォーカスを当てていってるから今回は有馬かなメインの回で次が多分恋愛リアリティショ編だからメムチョ かね焦点になるのかなスポットが。あ、これ系結構いいね。ただこれ系の弱点って一周空いちゃうとまずちょっと、あれだから、こんな感じで何話まで一気にボンって配信する形で、この手法は俺めっちゃいいと思う。まあちょっとここは、いや、まあしゃ、しゃーない。ここはもうぶっちゃけしゃーない。いや、ここはアニメの演出が凄す,すぎたから、いやもうこれは仕方がない。実写ではこれ無理だ。しかもこの、 こういう風な設定にしてる以上、マジでむずいと思うから、これは仕方がない。いや、まあ、もうちょっといろいろあったと思うけどでも、仕方がねえな、こればっかりは。うん、ちょっと待って、野田クリスタルですたどっかで。ちょ、待って、俺見てなかったー。どこだよ、野田クリスタル。あっ、ピエオンだはははははは。<laughs> <laughs> えー、ピエオン、野田クリスタル。いやー、第3話、見ました。 いやー、まずね、第3話ちょっといろいろ喋りたいこと多いよ。まず、恋愛リアリティショーっぽかった。あの、最初からの作りが。っていうのが、まず一個かなって思って。映像の切り替わりとかがすごい良くて、アカネのそのなんか SNS に投稿する動画作ってる時は、その正方形の感じのやつでやってたりとか、今がち自体のシーンを撮るときには全画面だったりとか、で、押しのっていう作品のその本筋になる時は帯がつくカードになってたりとかで、結構そこは面白いなって。 ててて思っっいるのがままず1個ありますめちゃくちゃゃく上から目線になってるごめんなさい制作陣の皆さんこんな一発の27歳のフリーの映像ディレクターが言うようなことじゃないかもしれないんですけどで原作との変更点そのカットしてる分とは違って変更点としては今がちの撮影場所が、えー、と原作とかアニメとかでは学校だったのがまあちょっとビラ的な感じのところになってるっていうのがありましたね多分ここら辺は今やって てる恋愛リアリティショー的なやつをイメージしてるのかなって感じですかねなんでアベマってやってる今日好きあの海外旅行に行って2泊3日で恋愛してくださいみたいな 内容でなんかそれとかはああいうビラとかそういう系の撮影だったから多分そっちに寄せたのかなって思う。の方が学生とかで恋愛リレティーショー見てるって人はそっちの方が見やすいと思うしあとテラスハウスとかそういう系見てた人も多いと思うしアマプラでも自分の元カノがいて全員誰かの元カノみたいな恋愛リレティーショーア b マじゃなくてえっとアマプラで確かやってたと思うんだけどっていうやつがあったりとかで多分アマゾンつながりでそういうのやってたのかなっていうのもあって。 ね感じをイメージして多分そういう撮影風景にしたのかなって思うんだけどまあ、ちょっとそれの影響もあってそのアカネが愛っぽくなるシーンアカネが愛を憑依させるシーンがちょっとやっぱ薄かったかなって って思ったね、どうしても。でも、こればっかりは、アニメの方で、やっぱり、愛が死んだ時もそうだったんだけど、アニメの演出がやばすぎたから、ちょっとそこ、アニメとかをやっぱ見ちゃうと、どうしてもなって感じがする。やっぱその、目の、あそこが、完全憑依してたりとかっていうの、実写だともう無理じゃん。ボコって目抜かなきゃいけなくなっちゃうから、無理だから、まあ、そこは、仕方ないかなって思う。多分、あれはどうやったって無理だと思うな、俺は。っていう印象がありました。あ、そうだ、焼肉行こうぜって言ってる時に、メムの、おい、ここは全部、 俺が払ってやるぞみたいなシーンあるじゃん。ただ4話にもしかしたらあるかもしれない。多分4話がフォーカスメムチョだから、4話でもしかしたらあるかもしんないんだけど、どっちかと,いうと3話に入れといてほしかった感はどうしてもある。まあ4話見てないからわかんないけど、4話にあるかもしんないっていうのは一応置いといて。歩道橋のシーンだね。もう、もうちょっと、アカネがこう、グーって暴れてるのを、アクアがこうやって抑えるっていう感じにしてほしかったかな。落ち着け俺は敵じゃないって言ってんのに、落ち着いてるから、アカネが、やっぱり。もうちょっとあそこ暴れてる 良かかっっったたんじゃねえかななて思ったなアニメとかってめっちゃ最後まで暴れてたイメージがあるからであともうこれは個人的なあれなんですけどあの焼肉の時と一緒でみやえもんに電話かかってきて「あのアクアが警察のお世話になったみたい」「えぇ!」のあのシーンちょっと欲しかったなちょっとそこは欲望です。 そして、えー、ピエヨンは野田クリスタルさんでした。多分だ、だって野田クリスタルさんが出てるシーン他ないもん。ないから、多分ピエヨンだってもう間違ってたらすんません。でも野田クリスタルさんだと俺は思います。確かにあの体つき野田クリスタルさんっぽかったんだよなぁ。 って言ったらもうそれ後の祭りなんだけどっていうのが、ちょっと駆け足で喋った第3話の内容ですかね。結構ね、今、このノートパソコンめっちゃメモってて、まあ、第1話からポンポンポンって過剰で出していくと、話の軸が15年目の嘘、15年の嘘、あの、原作最終章である映画編をベースで作られてるなっていうのはあったし、アクアのドラマの発動常時の演出を学校のその撮影と山区の撮影をガッチャンコしてるっていうのが結構良かったし、重曹を用意してた、これ2話でもそうだね、重層用意してたのも面白かったし、あと、そのアクア ルビーーのの家族のシーンは、まあ、もうちょっと欲しかったかなもうちょっと欲しかったっていうのはあったけどまあ結構いい感じに使われてたのいいなって思いました映像に何かしらのノイズが走ってるシーンが結構多かったんだよ第1話そこがなんかどっかに影響するのかなと思ったしでこの3話でも所々あったんだよ、まあ、純粋にそれってカメラとかレンズを使い分けててそういう風に見せてる場面が違いますよっていうのを見せてるだけかもしんないし監督さんのそのさじ加減とか技術部のそのの機材の関係とか 色々あるかもしなないけどなんか演出あるんじゃないかなってなんか複数あるんじゃないかなって思ったし今後のドラマシリーズにのみ限らず、えー、と12月の年末にやる映画編とかでも何かあるのかなっていう風な印象もあったしでそうだねあとは YOASOBI のアイドルの楽曲の m p とかで使ってたのウサギが結構ところどころにあるなっていうのもあったしでもあのウサギって確かあれルビーじゃねアイかアイルなんか出てたんだよねで、えー、アイがナイフでされた時に血がカメラのレンズにこうポッと ゴタンって滴るような感じの演出好きだしであとゴローとさえなんか今まで出てきてないっていうのもあるだしでゴタンダ監督はマジでゴタンダ監督でしたね第2話としては監督のおかずに出てきたのがめっちゃ良かったで DVD が15歳になったら渡してねっていうのを18歳の時に渡してるかなって思ったんだけどちょっとここは確認するか今 ああそうだね15歳になるまで開けないでねって言われてるのが、このドラマ内では18になってたから、多分その15年の嘘の公開タイミングが、ちょうど多分アクアとルビーが18になるタイミングだから、多分そこに合わせて、映画の一番最後のシーンを予測すると、まあそのアクアがどうなってるのかも別として、ルビーが最後に DVD を見て、お母さんって言って、東京ドームでライブ公演して終わるみたいな終わり方かなって思った。18にしたのって多分そういう意図がないと多分しないと思うから、多分 そこかなはいというのが1話から3話のえっ、ー、と同時書の感想でした他にもいろいろあると思うんだけどちょっと俺が書き出してのはトイレでそれかなっていう感じですということで4話見ていきましょうかって言いたいところだけどトイレ行ってきます